こにつけた。ふむにゃわー。全然じゃないよ。にやにやにや。おしり派な、なにふむにゃお尻派だった。違う違う、オタクに優しいギャルだ。オタクに優しいギャル。ギャンブルってありますよ。ふむにゃさん、まだまだ無理です。ふむにゃ、僕の書いたふむにゃへの愛のポエム3時間聞いてくれる？3分でいい。3分でいい。パンツもフブニャも白が一番いいんだから。パンツと一緒にすなねえ、台無し。私が夢に出てきたりしないの？あ、出てくるよ。結構頻繁にかなちゃんを夢で見るかも。あ、そうなんだ。あれよ、ハイト君のエッチ。え、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 ちゅ、なんで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 、やめろ、やめろ。エッチだか？違うよ、違う、そんなことないよ。なんで夢に出ただけで。ふむにゃエッチだねー。違うよ、白髪はそんなんじゃないよ。夢で出ただけでなんでエッチなんだ。こじつけだ、こじつけだ。ふむにゃは。エッチじゃないよ。にや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 。違うよ、そんなことないよ。あ、すごい、ハイト君も同じようなこと言ってる。そうだよ、夢、夢じゃないもん。この間かなちゃんと海賊をしてる夢とかだったし。海賊ね。ヨーソロしてたんだ。ヨーソロしてたんだよ。本当だって健全な夢しか見てません。嘘じゃないよ、うんうん、疑われてるよ。ふむにゃ、本当だよ、健全な夢しか見てません。そういうね、かなちゃんの信じてる。ちょっとからかっただけ、ごめんね。かなちゃんはどんな夢見てたって。ふむにゃ、いや、なんでもないです。あらららららら、聞きたいな、ふぶにゃの口からかなちゃんがどんなエッチな夢を見てたのか聞きたいな。そんなことない。自分たちがプレゼントしたオレンジのおパンツを履いて何かしてくれてたのかな。あれ、してないでしょ。してないで、何もしてないで。はい、ちん、おっぺ好き。ふぶにゃ、どうしよう、これはどうしたらいいんだ。ふむにゃ、おっぺ好き。好きじゃ、好きか嫌いかと言われたら別に嫌いでもないよ。嫌いじゃないけど。そうかそうか。私別に特別好きってわけでもないよ。いいよ、ふむにゃな、いつもね、いつでも言っていいからね。欲しくなったら言ってね。欲しくなったらって言ったの。胸のこと、胸の話をしてるの。好きなくせに、わかってるんだからね。ふぶにゃバレてるってよ。違うよ、むしろ嫌いな人いるのかって。あ、そうだね。そうだよ、ふぶにゃもう好きなことバレちゃってるって。違うよ、そんなことないよ。あ、ふぶにゃ答えていいよ。おしり、おしり派。なにふぶにゃおしり派だった。違う。なに、いや、そんなことないよ。そんなことない。おしりも、まあ、胸も嫌いではないよね。でもまあ好きでいいんじゃないかな。好きで、あ、好きでね、わかった、うん、好きね、では、うん、好き。じゃあかなちゃん今日ね、マカロンもあるし、あ、そうだそうだ、マカロン、ね、かなちゃんにそろそろマカロン渡したいもんね。うんうんうん、ウーロンハイと。私も何か飲みたいな。いや、久しぶりに見るかなちゃん、やっぱ可愛いな。いいね、癒しだね。あ、プレゼント、あ、そうだね、プレゼントしよう、うんうん、これかなちゃんに買ってきたんだよ。マカロンですね。結構経っちゃったけど、買ってから、うん、ね、これよかったらどうぞ。好きかな。わー、ありがとう、喜んでくれた、うん、よかった。大事にするね。食べていいんだよ、大事にというか、大事に食べてね。うん、食べて食べて。お客さんどうしたの、そんなに縮こまっちゃって。これあれだ、オタクに優しいギャルだ。オタクに優しいギャル。オタク、ふぶにゃ、オタクにも優しいギャルね。そうか、オタクにも優しいギャル。緊張しちゃってるんだ。ダメじゃん、私相手に緊張してるとか、そんなの緊張の無駄遣いだって。あー、カラッとしてんだね。そうだね、あー、どうも、俺、ハイダー、あ、はい、ハイトと申します、よろしくお願いします。お願いします。ウケる、自己紹介始めちゃった。ギャルだ、ギャル、ギャルだ。じゃあ私も。いや、ふむにゃが、ふむにゃが怯えている。いいと思うよ。刺さってるのか、刺さってるのか。で、可愛いけど、ハイちゃんは何してる人なの。もうハイちゃん、ハイちゃん、ハイちゃんです。あ、4000円。いや、これいくらか残さなきゃなんかな。ギャンブルってありますよ。ね、ギャンブルってありますよ。ふむにゃさん、まだ
っちのけでギャンブルに食いつくのやめてくださいよ。ちょっと気になっちゃった。気になっちゃったね。行けるようになったらすぐ行こう。行こう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 。ちょうどお店入店しますか。うん。フブニャ、僕の書いたフブニャへの愛のポエム3時間聞いてくれる？3分でいい。3分でいい。そんなそんな凝縮できないよ愛は。凝縮して。あと長い映画を見た後に。そうだ、ハイト君は好きな髪型とかある？短い方がいいとか、長い方が好きとか、髪色とか、明るい方が好みだなーとか、黒髪がベストとかさ。わあ、でも結構黒髪は好きかもしれない。黒髪好きなんだ。黒髪もいいよね。ふぶにゃ、僕は白だよ。ありがとう。かわいいな。ありがとう。パンツもフブニャも白が一番いいんだから。パンツと一緒にすなよ。ねえ、台無し。台無し。台無し。